ハイチューブ TV。 こんにちは、札幌占い美容室のハイヤマカシの後藤です。結構最近、テレビで、テレビの取材とかがちょっとありまして、結構うち占いサロン見たくなっちゃってるんですけど、結構ガチで髪の毛真剣にやってますので、まあ、うちではこのタロットカードとか数秘術とか、あとこのルーンって石があって、こういうような石でこうちょっと占いをさせていただいてます、サービスで。でこのようなのちょっとやってるんですが、最近なんか占いがフォーカスされすぎちゃって、テレビ出てもちょっと占い師見たくなっちゃってるんですよね。でもね、結構髪の毛のことを、まあ、メインでちょっとやってますので、そこをちょっと誤解しておいてください。で今日講習会にちょっと行ってきまして、こちらスローって映りますでしょうか。映るかな、スロー。スローっていうですね、新しいカラー剤が、モルトベーネさんから発売されます。6月から発売されますね、こちら。でこのね、パンフレットもすごい素晴らしくて、紙がすごくいいですね。で中のスタイルもすごくおしゃれで、それで今日早速ですが、講習会終わって、そのままサロンに戻ってきてですね、今髪の毛の検証、サンプルをいただいたんで、その検証をしてみました。そうそう、最近ですね、このメイン YouTube の方で、僕ちょっとあんまりアップロードちょっとできてなくて、今たくさんですね、データがたくさん溜まっちゃってて、ちょっと Mac がパンクしそうな状態になっちゃってて、全然アップできてないんですよ。で営業中も撮ったりとか、カットだったり、パーマだったり、いろいろ撮ってるんですけど、全然アップロードできてません。なんで近々ちょっとアップどんどんしていこうかなと思うんですが、久々喋るからな、どうしようかな、久々に喋るとなんかちょっとうまく喋れないですね。そう、ブログもね、ちょっとなかなか書けてなくて、YouTube もちょっと少しお休みってわけじゃないんですけど、ちょっとずつね。であと、YouTube、メイン YouTube、このメイン YouTube とまた別に、裏ハイヤマカシっていう形で編集するのちょっと時間かかっちゃうんで、編集してないバージョンっていうチャンネルをもう一個設けてます。でその URL 貼っとくので、もしよかったらそちらの URL からそのリアルサロンワークっていうのをちょっと覗けますので、そこもまあちょっとねアップロードしていきますんで、そちらの方もちょっとご覧ください。あ、でなんでね、あ、そう、最近そうメッセージとか、LINE アットのグループとかでいただくんですけど、最近ちょっとねアップロード、YouTube ちょっと上げてないんですねとかって言われるんですが、ちょっと美容師さん向けだったりとかでちょっと考えてて、別事業っていう形でインターネットを使った、まあ、仕事ですね、これをちょっと別に始めまして、なかなかちょっとそこに時間がかかってしまって、やっぱりちょっとメインの方がちょっと今少しアップロードできてない状態です。でそれが一応まあ興味がある方とかにまあ少し配信していこうかなと、まあ興味はある方ですけど、そういう方に配信していきたいななんて、まあ、思ってはいるんですね。でそれは美容師って、すみませんね、この、カラーの説明その後にすぐします。でですね、このカラーのね検証の結果はこの後にいますね。簡単に言います。美容師さんってキャッシュポイントって1個しかないと思うんですよ。活躍してる方とかっていうのはちょっと多分別だと思うんですけど、結構その美容師さんって技術やってる時の収入源だけじゃないですか。でそこがなんかちょっとね、やっぱ給料がちょっとやっぱ安かったりとかしてしまう場合があるんで、キャッシュポイントをある程度増やせないかなと思ってちょっと考えたんですね。でそこで、なんかこう仕事中に、ちょっとできないかなと、まあ、例えばカラーの放置タイム中だったりとか、パーマのね、放置タイム中とかに、ちょっとこうね、まあ、僕はスマートフォンをメインで使うんですけど、まあ、それでですね、キャッシュのポイントをちょっと増やしていけたらいいかなと
思ってですね、まあ、なるべく無駄な時間っていうのをなくして営業時間をよりまあ効率よく使っていきたいなと。まあフルにねお客さんがたくさん入ってるサロンであればもうそういうことやる必要はないと思うんですけども、まあ今後のことも考えてそういう少し空いた時間にできると、まあ美容師さんならではのその、まあ時間がちょっと少ない人がですねちょっとできるようなインターネットビジネスっていうのをまあ少しずつ構築して、まあ将来的にはお伝えできればいいかなと思っております。はい、ではちょっと話変わりますね。でこちらのスロードン今日講習会でね木村さんの方が話されていたんですが、まあ札幌にねあまり来る方じゃないみたいなんですけど、これカラーチャートなんですね。見えますでしょうか。はい、ちょっとこの映像だと分かりづらいと思うんですけど、はい、カラーチャートこちらちょっと気づくところありますかね。ちょっと赤みが少ないんですね。ただあえてちょっとこうアッシュ寄りの、カラーを、提案されて作られたということで、2年ぐらいかかってモルトベーネさんと共同で美容師さんの方が作られたような商品になります。それでまあ面白いなと思ったのはこのアッシュに特化してるっていうところがちょっと他のメーカーさんと違うなというところがあります。で実際まあ毛束の方ももうすでに今検証し終わったんですが、まあ皆さん多分聞きたいのはきっとこれってカラーのねカラー剤のメーカーの比較って正直あまりいい話ではないと思うんですよ。こんなカラーのボンドンカラーのねこういう検証をちょっとして、でどこのメーカーがどうなのかなという、メーカーによって悪いメーカーがあるとかじゃないんですよね。僕が思ったのはそれぞれ の, カラーメーカーさんにすごく長所があって、でそこを生かしていければいいかなと思ってるんで、どれがいいとかどれが悪いとかっていうのは特にないです。それ美容師さんの好みだと思うんで、でそ の, カラーのメーカーさんのすごくいいところを伸ばしていけたらいいかなと思っております。カラーの検証したやつちょっとめっちゃ分かりづらいと思うんですけど、光でちょっと分からないかもしれない。一応ですねこれがベースの、こちらベースのですね紙をまあちょっと今日作ってみたんですね。であんまりブリーチしてる場合、あんまりブリーチしてる毛だとちょっと分かりづらいと思ったんで、まあ軽くちょっと色抜いたぐらいの、まあよくありがちな退色したカラーをちょっと作ってみたんですね。でそこで、このスローさんで、今回ねサンプルいただいたのがこちら、ドン、これか、ドン、見えるかな、ちょっと分かりづらい、すごいねシンプルなんですよ。でサンプルで今日いただいたのはアッシュの8と、モノトーンの8をいただきました。それからグレイカラーの方の、コンフォートブラウンとコンフォートナチュラルというこちらの方をいただきました。すごくシンプルでそのまま置いといてもすごくおしゃれな感じです。で中がですね余計なことしてなくて普通のシルバーのこんな感じです。なんかちょっとかっこいいですよね。でグレーの方はちょっと白っぽい感じですね。これはグレーのコンフォートブラウン CB の8ってやつですかね。でこちらが、このシルバーの方がモノトーンのファッションカラーの方です。ですごいなんか置いとくだけでもまあなんかおしゃれな感じで、でグラム数もすごく多くて 100g 入ってるんですよ。もしかするとコストパフォーマンス的にもいいのかなという感じはします。ちょっと値段忘れてしまったんですが、で今日使った、今日検証しましたのはアッシュの8、それからモノトーンの8、こちらと、他社のメーカー、まあ今まで僕使っていた、まあ、他社のメーカーのモノトーンとアッシュ同じ8トーンのものと検証してみました。